はい、皆さんこんにちは、うさぎさんです。あ、くまさんです。こましたす。はい、さてくまさん、何？今回はですね、私たちでアメリカ創価学会が今月行う座談会の内容を見ていきます。先月同様、アメリカでは3つのオプションから好きなテーマを選べるわけですが、今回取り上げるのはオプション1。オプション1のテーマは発布だそうですよ。あ、発布？違います。あ、発布？絶対に違います。発布、8つの風と書いて発布って言うんです。へえ。はい、ということでアメリカの今月の座談会オプション1はこの発布を取り上げるようですね。そんなこと言うんだ、アメリカ。まあ確かに英語でどう表現するのかちょっと気になるかも。面白そうなので私たちも皆さんと一緒に覗いてみましょう。はい。さて、資料を見ていく前にこの発布、発布という英語だけ押さえておきましょうか。8は英語で、8? ピンポン。では風は、ウィンド。はい、8つあるので複数形にするとどうなるでしょうか。ウィンズ。はい、ではそれをつなげてみましょう。発布は英語で言うと、8 winds。 はい、8 winds というそうです。難しくないね。そうですね。それでは資料を一緒に見ていきましょうか。キーポイントが載っています。ではクマさん、読んでみてください。はい、キーポイント。 We can lead victorious and happy lives by pressing aheadsteadily based on faith toward our dreams and goals unbowed by neither insults nor praise. はい、私たちは勝利と幸福な人生を勝ち取ることができますよと。で、何によってかというと、 based on faith、 信心根本に褒められたりけなされたりすることには動じず、自身の夢や目標に向かって絶えず前に向かって進むこと。そうすることで勝利と幸せな人生を送ることができるんですよ、ということのようです。なるほど。それでは次の資料を見ていきましょう。次の資料は5書からの引用です。発布といえばこの5書ですね。くまさん、日本語と英語どっち読む？あ、日本語でお願いします。しょうがないな。審判バージョンいきます。はい、賢人は発布と申して、八つの風に侵されぬを賢人と申すなり、潤い、驚え、破れ、誉れ、たたえ、そしり、苦しみ、楽しみなり。大胸は潤いあるに喜ばず、踊るに嘆かず等のことなり。なんかいろいろ単語が出てきたね。これが発布ってこと？はい、次の資料で簡潔にまとめられていますので、そちらを一緒に見ていきましょう。 The Eight Winds、 発布。Positive and negative influences that can hinder our Buddhist practice。 つまり、それがポジティブであろうとネガティブであろうと、仏道修行を妨げるものは全部発布ですよ、ということです。そして発布のうちの4つ、 For favorable winds。 Favorable、自分にとっては好ましく映る4つの風から見ていきましょう。これはいわゆる示準と言われるものですね。はい、プロスパリティ、これは潤い、まあ利益などを得て潤うこと。オーナー、誉れ、世間から褒められること。フレイズ、たたえ、人々からたたえられる方。フレイジャー、楽しみ、さまざまな楽しみ。まあこういった風が示準、For favorable winds になるさです。なるほど。面白いよね。風って言うと、なんか向かい風をつい想像しがちだけど、仏道修行の妨げになるものが自分にとって何もネガティブなものだけじゃないというところが、仏法の深いところで怖いところだね。確かにそうですね。それではネガティブな方も見ていきましょうか。これは For Adverse Winds といって、自分にとって逆風となる4つの風。この4つは先ほどの始順に対して C と言われているものですね。ちょっと見ていきましょう。 Decline、 この Decline が衰えにあたるようです。衰える。
Disgrace 破れ、世間から軽蔑される。 Censure そしり、悪口を言われる。 Suffering 苦しみ、さまざまな苦しみ、自分にとって辛く苦しいもの、こういうのが C に入るようですね。なるほど。つまり僕たちは本当にこう360度いろんな風に包囲されているってことだね。うん、そういうことですね。先ほどクマさんが言ったように、一見何か良さそうに見える風も自分の仏道修行を止める働きにもなり得るという意味で八風に入っている。ここがポイントですね。はい、基本的な用語が揃ったところで、次に池田先生の指導が紹介されていますので一緒に見ていきましょう。クマさん、頑張って読んでみますか？またかよ一文ずつでいいですよ。We human beings allow thoughts of short-term gain or loss of public opinion to rule our behavior. はい、私たちというのは目先の損得や、世間で言ってること、世論で自身の振る舞いを決めてしまったりということですね。はい。We become obsessed with what others think of us, focus only on superficial appearance and overlook what's really important. はい。他の人が自分をどう思っているのかを気にして、表面的に見えるものだけに目を向けていると、何が大事かを見落としてしまいますよ、ということですね。うん。If this happens, we won't stand a chance when confronting intense winds.Of hardship or times of momentous change. はい、それでは困難という強風や大きな時代の変化を前にしては勝ち目はないですよ。 It is crucial that we forge a solid self that is impervious to all eight winds. はい、極めて重要なことは8つの全ての風に動じない確固たる自身に鍛えていくことですよ。そうね、確かに大変な時には題目上がるけど、順調な時は、おっとテレビ見すぎちゃったとか、さらっとでいいかななんて思っちゃうしね。褒められようが、けなされようが、淡々とやるべきことはやる。ほら、先生と呼吸を合わせるとか、なんとかっていう人よくいるじゃん。要は、発風に吹かれて、やるんだかやらないんだかって、ついブレブレになる自分の中に、何があってもブレない芯を一本入れておきなさいよ、と。こういう話ともリンクしてくることなのかもね。確かに。風自体は止めれないですからね。自分が望もうと望まざろうと、風は常に8つの方向から自分に吹き続けているわけです。風向きが変わっただけで簡単にブレてしまわないように、この八風のど真ん中に立っている私たち自身が自分を鍛えていかないといけないということですね。命に体力がないと強風が来た時に踏ん張る力も出ないからね。今特別強い風吹いてないからってふんぞり返ってるとすぐぶっ飛んでしまうっていうこと。命の体力がない、不運の貯金がない、急にどんな風が来るのかもわからずに無防備にそこにぼーっと突っ立ってんのは怖いぜ。はい、ということですね。では最後の資料を見ていきましょう。クマさん、お願いします。はい。It's no exaggeration to say that the refusing to be defeated is the most important key to victory in life. はい、負けないということが人生において勝利する最も大事な鍵となっていると言っても過言ではないですよ。Those who keep moving forward with tenacity, who refuse to be discouraged or defeated by even the most painful trials without fail win in the end. はい、最も苦しい試練の時でもめげずに負けずに粘り強く前進し続ける人が最終的には必ず勝つんですよ、ということですね。はい、これを踏まえてディスカッションしていくようですが、こんなような質問を投げかけてみてはどうですか、というサジェスティッドクエスチョンズがありますので、それもご紹介してみましょう。ではクマさん、お願いします。はい。サジェスティッドクエスチョンズ No.1 What are some ways you can develop the strength to remain unswayed no matter the situation? はい、どんな状況でも揺らぐことのない強さをつけるにはどうしたらいいと思いますか？どうでしょう、クマさん。そうね。自分なりの考えでいいんじゃない？
完璧な人間なんていないんだからさ、こうなったら軌道修正するよっていう自分のタイミングを言ってもいいかもね。なんか最近題目をおろそかになっているな、いかんいかん、今日はこのぐらい最低でもあげようとか、こういう軌道修正を入れる。会合に間に合うか間に合わないかギリギリの時、もう行けないかもってみんなに連絡しちゃったから、まあいいかとか、いやいやいや、それではいかんいかんと軌道修正を入れるとか、まあいいかって思っちゃう風に対して、いやいやいかんいかんって軌道修正を常に入れるって大事だと思うんだ。一見ね、平坦でまっすぐな道でも手を離して車を走らせたらやっぱりブレてくるからね。そうやって前を見て常に軌道修正を入れていく。素直に軌道修正できる力というのが、まあ、僕にとっては揺らぐことのない強さにつながってくると思うな。なるほどね。熊さんらしい意見ですね。それでは次を見ていきましょう。熊さん。はい。No.2 Can you share an experience of refusing to be defeated by your circumstances? はい。自分の置かれた環境に負けなかったという経験を述べてくださいね。さあどうでしょう、クマさん。そうさね。でも、こういう何かを乗り越えられたという体験談は大いに自分から語っていく。語るって大事だと思うよ。語ることでこういう時にこうなってしまいがちな自分の弱さ、あるいはそういうのに引っ張られる自分の業を言葉にしておくと、次に何か起きた時に何をすべきかすぐ切り替えができて、面舵いっぱい全力で舵を切ることができるだろう。起きてしまったことや、その環境や、誰かのせいにしたんでは一生気がつくことができない部分だから、そうやって自分を語って、自分の命の癖をよく見てみる作業っていうのは大事だと思うぜ。自分の弱さを見てこなかった人はいつか必ず自分の弱さに敗れてしまう。そうだろ？確実なものが自分の中にない、根が深くない人の脆さをみんなも気がついているだろ？発風を学んで自分の命と向き合うという意味はそういうことなんだと思うぜ。な、じゃあアメリカにお住まいの皆さん、グッドラック。はい、そういうことです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語で総括でした。またね。